こんばんは。めっちゃ緩いんだけど、こんなの。今日配信2時間半ぐらいするね。だから11時10分ちょっと微妙な時間だけど11時10分ぐらいまでしよっかな。11時10分になったらランキングで終わります。スケールじゃないよ。下ね、普通にブラウス着てて、このブラウスのリボン、下ブラウス着てる。袖が可愛いやつ、こうなってるやつ着てます。今日めっちゃ外あったかくってさ、この上にコート着ていったのね。普通になんかそこの上にコートを着てたの。これだけじゃ寒いじゃん。ちょっと今、いや普通に朝はそれでちょうどよかったんだけど、昼めっちゃ暑かった。お話変わって外出たら、めっちゃ暑くてびっくりした。かわいくない？これリボンが、リボンがいっぱい。ここもこっちリボンじゃないけど、リボン、リボンじゃなく編み込みの部分が切れちゃう。編み込みの部分が変になってる。レースアップ編み込み一緒か。ちょっと待って、変になってる。これなので、どこまで引っ張ればいいの。暖房つけたら暑いかも。これ着てて切ってくる。さっきつけたけど寒いかなと思って。
らない。何があってんのか、こうか、なんか口どうなってる、なんか左右で違う、上に引っ張ったら、上にちょっと引っ張ったらいい感じになる。上にちょっと引っ張ろう。まあ、さっきよりかはいい感じになった。風富田さん、トナカイサンタタワー、ん？トナカイサンタだよね。ちょっと昨日書いたの名前を。トナカイサンタタワー、トナカイサンタタワーとクリスマスツリータワー。クリスマスツリータワーかな2つありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。合ってるかな、クリスマスツリータワー、名前それで勝手にピンク。今日は12月10日、もう10日、おはよう。ね、あっという間。サンタ、サンタさん、いけるかな。トナカイの綱は前回書いて失敗したから見とこう。もう一個のやつも取ってこっかな。いつも裏釣りしてないの、裏釣りしてたから12月。もう一個があれだよね、クリスマスツリータワー。クリスマスツリータワー、クリスマスツリー、こっちどうしようかな。もうサンタさんにするか。
塗りつぶしてないね。オッケー。髪塗りつぶしてるとさ、ペンでふらつぶしてないか心配になる。大丈夫だ、よかった。カルトミトさん、トナカイサンタタワーありがとうございます。トナカイサンタタワーありがとう、ありがとうございます。ありがとう、トナカイサンタありがとうございます。あとクリスマスツリータワーもありがとうございます。こっちは星、ちょっと潰れちゃって、潰れちゃって、色が一緒だから見づらいけど。ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、2つありがとうございます。これとこっち、ほらこっちは普通の丸、こっちはクリスマスツリーだから。ありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます。ちょっとクリスマスツリーとか星にしてんだけどさ、サンタ帽もさピンクで塗りつぶしててさ、星もさ塗りつぶしたの同化してるわ。どうかしてる、色が一緒だから。あ、そう、これ今日初めて来た、ちょっと持ってたんだけど来てなくって。Xに投稿まだしない、始まってする、始まってします、絶対に。昨日ね、伝わってこの辺、この辺ちょっと治ってきた、まだ完全には治ってないけど、ここに、ここにいる、ここ内側に、まだ昨日よりかはいい、ちょっとずつ治ってるわ。サバ缶マスター行きました、エペ強すぎでしょ。強すぎる、いいなマスター、私も行ってみたいな、マスター行ったことあるって言いたいな。いいな、最高ランクダイヤなんだけどさ、あのなんだっけ、 CS のもさ、あのアカウント一緒にできるようになったじゃん。それであの PC のやつがなくなったからダイヤ行った、ダイヤのバッジ行ったらさもらえるんだけど、ダイヤのバッジも消えたし、その前回のダイヤ行った時のシーズンの記録もないから、何もないんですよ。だからスイッチのやつでは、あのスイッチのだいぶ前で止まってるから、スイッチのやつはどうだっけ、最高ランク、あのシルバーってことになってる。スイッチの方は最高ランクシルバーっていう。ダイヤ行ったの本当だよ、ダイヤ起動、ダイヤ起動見たでしょ、前 YouTube で配信した時ダイヤ起動だって見たでしょ、ダイヤ起動その時ダイヤ起動つけてたから。YouTube のあの自分のアカウントの方のあの Apex の配信の時、一番最近の2回目の方
一番最初のエフェクトさんしは自分のアカウントじゃないから、 YouTube のチャンネルが自分のチャンネルでエフェクト配信した時にダイヤ起動ってやってたから、見たらわかるよ、ダイヤ起動になってるから今日何かショッピング、ショッピング今日したっけ、ショッピング、いや、まあ、すぐ帰ってきた何にもなんか言ったっけ、なんかあー、いや100均いたぐらいあのダッカールのやつがね、使ってたやつが壊れちゃったからそれ買ったぐらい、でも金、そのどっから買っただけだから一瞬それだけだ。そう、壊れててだいぶ前に壊れて、あ、買わなきゃと思ってたんだけどなかなか行ってなくって、今日行ってきた。いくら使った、1個しか買ってないよ、だから110円、それだけが欲しくって言ったから。それだけ買って帰ってきた。マック寄ってないよ、今日行ってないです。クリスマス何かクリスマスプレゼント自分に、買う予定ないやクリスマスプレゼントがないな。あ、ケーキとか買わないんじゃない、ケーキ買ったことないな、クリスマスに。そのなんか自分だけのために家族でケーキ買ったりはあるけど、去年ケーキ食べた、私食べてない気がするんだけど、食べたとしたら配信食べてるけど多分食べてないんじゃない。ショートケーキ、あ、ショートケーキね、あんま好きじゃないんだよねあんまり好きじゃないんだよな私は食べないんじゃないかな、ケーキ。チキンはね、なんか去年とか一昨年とかもかな、なんかお話し会だった気がする、当日で、スタッフさんが差し入れでチキン用意してくださって、スタッフのその時にお話し会の時にケンタッキーのなんかチキン、それ2年連続で食べた記憶がある。その前もかもだったけどちょっと記憶が曖昧。7号のケーキ一人で食べる、7号ってどんぐらい、 7号ってどんぐらいのサイズだっけ。ねえ、クリスマスにチキン食べないんだよね家で。だって家族でケンタッキー行ったことないし、そのテイクアウトして食べたこともないし、クリスマスはなんかピザとかかな、いつも食べてたのは。確か、そうだから、うん、
食べない。クリスマスにいつもそのお話し会で差し入れでチキンがあったら食べるぐらいだった。回してる今回してないよ、回ってない、回ってない、回してない。そうピザ、うん、シャンメリー、シャンメリーってあのあれだよね、ジュースですよね、あのキャラクターとかの書いてあるさ、あれはね、いや飲んでた時もあったけど、たまに、そう毎年飲んでるわけじゃなかった、たまにお母さんが買ってくれてた。子供のの、あ、子供のなんかあのビール風の見た目のやつでしょ、なんかパインジュースみたいな感じのやつ、あれねめっちゃ美味しいんだよ。あれめっちゃ好きだった、ちっちゃい頃。パインジュースみたいな味する、美味しい、普通に美味しい味が。てか私の兄弟みんな好きだったあれ。パインジュース味が美味しくって好き。え、バタービールとかじゃない、なんかねパインジュース、バタービールはちょっと違くない、あの1回しか飲んだことないからあれだけど、記憶が曖昧だけど結構甘い感じじゃん、そのなんか子供のビールだっけは、あのパインジュースみたいな味だった気がする、だいぶ前だけど、それも飲んでたの。たまにねお母さんが買ってくれてて、それをみんなで飲むって、何本か。シャンメリーでも、そん、うん、シャンメリー飲んでた時もあるけど、そんな毎年飲むわけじゃない。シャンメリーあれも美味しいけどね。懐かしいな、それ飲んでたの結構昔だけど。最近全く飲まなくなった。 CM やってるやつ、子供の飲み物だよ乾杯、そんなのあるの、 CM? CM あんのあれ。CM あんの、わかんないや、わかんない、あんの、見たことあるかな。年中置いてるの、子供の飲み物は年中あるんじゃない、なんかあんま、だってシャンメリーとかはさ年中あんの、知らないけど。あんのかな、意外とクリスマスとかだけかなって思ってたけど、あんのかな、わかんないよ。わかんない。懐かしいな、シャメリー久しぶりに飲みたいかも、子供の飲み物とかも、あれね普通に美味しいからな。普通に美味しいジュース。普通に美味しいジュースだからな。クセ作る予定ないです。ないです、クセ作ったことない。おせちね、そのおせち、うん、佐賀のおじいちゃんおばあちゃん家に行った時に出てくるぐらい、お正月行った時に手作りのやつじゃなくて普通に買ったやつ、そうで普通に家でさお正月迎える時はあのおせちじゃない、オードブル。普通にオードブル買ってきて、あとなんかお刺身とか買ってきて、おせち食べない家だったら、そのおじいちゃんおばあちゃん家行った時だけおせち食べる、おせち用意してくれて、あ、そう伊達巻きが好きなの私、私だけ伊達巻きが好き家族で。めっちゃ美味しくない伊達巻き、
きなんだよな。ずっと食べてたら飽きるんだけど、好きなんだよ。何が好きかな、おせちの料理。数の子とかも好き。数の子いいよね。ちょっとそろそろ食べたいな。スーパーとか行ったら売ってるよね、きっとね。自分で味付けするさ、やつとかも売ってるよ、そのまんまでみたいな。あれ無理だから、味付けされたやつ買わなきゃ。カズノコアクセント、カズノコ、カズノコ、カズノコ、こっちわかんないんだけど。その子、うんうん、どういうイントネーションなの、わかんない。山の手数の子、え、竹の子、え、竹の子と一緒、竹の子数の子。カズノコ、これ、いや、これで言ってる人家族いない。カズノコ、カズ、もう何が何だか分かんない。カズノコ、いや、なんかめっちゃ違和感なんだけど、これで言ってる人いないよ。家族に、カズノコ、カズノコね。大好き、カズノコ。それと縦巻きかな、好きなの、おせち。あと何があるっけ、何があるっけ。いや、そのぐらいかな。あ、栗キントンも好きだよ、美味しい。すじこ入ってんの、おせちに。入ってる、入ってたっけ、あんま分かんない。入ってる、あ、チョロギ好きだな。私がさ、あの佐賀で食べたことあるおせちには入ってなかった、チョロギ。知ってる、みんな。なんか、なんていうの、変な形の梅みたいな味のするやつ、あれ美味しいんだよ。変な形の、なんて言ったらいいか分かんなくない、あれ。あ、ヤドカリ、あ、確かに似てるわ。これなんか渦巻いて、あ、美味しいんだよね、あれ好きだね。なんか百均にさ、お菓子売り場にそのチョロギが売ってて、個包装の一個一個袋に入ってる、それが好きでね、よく買ってた前。百均以外にも売ってるかもだけど、まだ売ってんのかな、最近食べてないから分かんないよ。おばあちゃんがね、その梅とかつけてて、つけ、いや、おばあちゃんはつけてんのかな、あれ買ってきたやつなのかな、よくわかんないけど、おばあちゃん家にあって、あれつけてんのかな。え、つけてないかも、ちょっとよくわかんないわ。つけてないかも。でおばあちゃん家にとにかくあったんです、それで食べちゃった。しそとかもね、一緒に入って、梅としそとチョロギと、この間おばちゃん家行ったらさ、しそだけ、しそと、あとなんかニンニクつけてあるやつがあって、いや、それずっとさ、ニンニクって知らなくって入ってんの。食べたことあったんだけど、なんかあんまニンニクの味しなくってさ、しそと一緒につけてるやつ、なんか梅みたいな
ほど梅ほど酸っぱくないけど、ああいう感じの味がするやつで、なんだろうと思いながらさ、なんかそういうさ、なんか似たような食べ物なのかなと思ってたらと思ってたらニンニクだった。知らなかった。この前知った。おばあちゃんに、おばあちゃんにそれニンニクだよって言われて、これニンニクなのって知らなかったでもなんかニンニクのさ、あんま味しなくない？ニンニクって感じの、なんかおばあちゃん家にあるやつはそんな感じだ。ニンニクの味全然しない。なんか梅みたいな味。しそニンニクか。だからニンニクって知らなかったの、ずっとニンニクと思ってなかった。一番出口まだやってない。一番出口面白そうだけど。ニンニク嫌いじゃないよ、好きだよ、好きだけど、ニンニクって知らなかった。ニンニクの味が全然しないから。ニンニクの香りもしなかった。もうなんかシソの方が香り強い、梅のなんか匂いみたいな。だから知らなかったのあ、ニンニクなんだって思ってそれ好きだった。初詣行こう。初詣行ってる。初詣行く。そのいつもさ年越し配信してたからぴったりに行ったことはないけどなんかそのぴったりにさ、ちょっと前ぐらいに行ってさ、神社に、その神社年越すとかやったことないけど、配信終わって初詣に行ってって感じだった。いつも確かに今年はね、どうしようかな。確かに私は個人配信はしないかも。そうだから確かいつもはね、去年とかも年越し配信して初詣。宇佐神宮はね行ったことないあ、そうで、宇佐神宮1回だけ、他にもあるかもだけど1回だけかも。なんかめっちゃ前にいちご狩りした時があって、で近かったのかな、そこと分かんないけど、なんか行って宇佐神宮にめっちゃ広かったでもなんかね、あの2月ぐらいかな、あのイチゴ狩りだから行ったの。花粉がやばくて、もうなんかもうすごくてね、花粉がもう目がかゆすぎて、私そこに入れなくて、なんかもうそのなんてお参りっていうの、なんていうのそのお賽銭してさ、もうすぐ帰ってきた。なんか家族とかはその売店がちょっとあるから、そこでなんか買い物買ったりとかしてたんだけど、もう入れなくって、私一人で車の中に戻っていたら、あの家族がなんかお饅頭みたいな買ってきてくれた、緑色の。2月はねやばかった、花粉が。やばすぎて、いやみんな花粉症なんだけど、妹もさ、お母さんとかも弟も花粉症のはずなんだけど、なんか私だけなんかすごくって、その時あれかな、種類が違ったのかな、みんなのやつと。なんかもう花粉すごすぎて、もう目かゆくって、
入れなくって、その場に黒戻ってきた一人だけ。うん、びっくりした。あんまそんなふうになったことなかったんだけど、入れないみたいな顔すごい時もあったけどさ、そこまでなったことなくて無理だなと思ったから帰った。一人で暗闇車で待ってたから。プロの水中部屋で一人だけ。やばすぎる。めっちゃ目立つじゃん。やだな。でもね、そのめっちゃ広くってびっくりした。多分行ったことなかったの、その時初めて行って。お正月めっちゃ人やばいっぽい。大分で一番大きい神社だから、その初詣の時人やばい。でもあれなのかな、屋台とか出るのかな。それならちょっと行ってみたさあるな、初詣で。で伊勢神宮おっきいさ、そういう神社とかってなんか初詣の時とか屋台でない出るよね。屋台行きたいな。屋台に行きたい。で佐賀でその年越す時は、お正月行く時は初詣に、あの祐徳稲荷、祐徳神社行くんだけど、そこはね、そこはいつ行っても屋台があるの。そこはね、そうなんか屋台がある通りがあって、いつ行ってもあって、絶対行くんだけど、そこに屋台にお参りして屋台行ってっていうのがセット。そこもさ、お土産屋さんの通り、売店の通りがいっぱいあって楽しいね。いつもそのお土産とか売ってる通り入った瞬間にある、入った瞬間にこう右側にある、ね、一番手前の、あ違う、左側にあるあの鮭まんじゅうのお店があるんだけど、そこでね、いつもじゃないけど大体買わない時もあるわ。あの買って帰る鮭まんじゅう。祐徳稲荷神社、なんかお金さ投げて石の上に乗せるみたいなやつある。あれめっちゃ難しい、全然乗らない。何まんじゅう、酒まんじゅう、お酒、酒まんじゅう。そこのね甘酒も美味しいね。佐賀で年越すってなったらそこ行くね、やっぱ大きいとこ行きたいじゃん。だからピンポン玉じゃない。何と通称取るの。何とお金のつ、何と通称と。わかんないじゃん。酒まんじゅうお父さん食べ、そんなねアルコール感じるような味じゃない。なんかよくあるじゃん酒まんじゅうってさ、いろんなところでなんかアルコール感じるような味じゃなくない。そこのやつしか食べたことないけど酒まんじゅう。夏まで朝鮮軍が一番人いんじゃないかな。一番大きいはず大分で、でも一番大きい、うん、有名だからそこが一番いいんじゃない。けどあと神社行ったの成人式の神田明神、あとなんだっけ浅草寺だっけ、
あの浅草のもう行ったことあるよ。めっちゃ前にゆいゆいとのペアグラビアの撮影とと普通にあのひなことかとんひなことかプライベートで行ったことある2回ぐらい2回ぐらいしかないけど、それぐらいかな。東京の行ったことある神社確か。天祖寺お寺あれわかんないや。じゃあ違うのか、神社じゃないのか、難しいあと浅草ね、食べ歩きした。そのひなこと行った時楽しい。何食べたかな、お団子とコロッケ、なんかチーズ入ってるコロッケがあって、それと大学芋食べた。私大学芋めっちゃ好きで、だから大学芋と何食べたっけ覚えてないな、結構前なんだよ行ったのが。いろいろ食べた記憶はあるんだけど、そんぐらいしか覚えてないかも。メロンパンはね、あのゆいとのペアグラビアの時に食べた。ひなこと言った時は食べてない。また行きたいな浅草。浅草で食べ歩き、大学芋また食べたい大学芋本当に好きなの。あれもう4年ぐらい、あそんな前かもしれない、4年、そんな経つか。確かに確かに行ったのがコロナの直前ぐらい、そのなんか入り始める直前とかそのぐらいの時に行ったんだよね確か。そっから行ったっけ、じゃない気がするな。行きたいな浅草、食べ歩きしたい。私あれだ、あとそのひなこで行った時、私だけだけど食べたの、ぬれおかき食べた。ぬれおかきもめちゃくちゃ好きなんだよ、美味しくない？ぬれおかきぬれおかき私だけ食べてて、ひなこに1個あげてない、1個あげたっけ、あげてないかも、ひなこ匂いだけ嗅いでたかも食べてたっけ、わかんないや。プライベートで仕事でもあるけど、お仕事ではそのゆいゆいと2人でペアグラビアの行った時、その浅草で撮影して、ぬれおかきねめっちゃ美味しかったよ。ひなこ匂いだけ嗅いでたかも食べてなかったかも、覚えてないやんま、結構前だった。ちょっと寒いもの持ってこう、コップがないな。さっき飲んでたペットボトル全部なくなったから吸いちゃったんだった。コップ持ってくる、ちょっと待ってて、一回ミュートするわ、ちょっと待ってて、部屋出るからミュートします。
ってさ、向こう行ったらどこあるか全然分かんなかった。あと水がちょっとしかない、やばいやばい、あるかなと思って向こうに見に行ってみたんだけどなかった。これしか水、やばい、一杯分だ、やばい、どうだった、水、さっき行ったり来たりしてた部屋水、配信持ったら買ってこよう あると思ってたのに、もうこんだけしかない今水。いや足りる、あとん2時間もないか、1時間40分ぐらい、あ足りる、あ始まったら買ってくる、なかった、水があると思ってた。好きなミネラルウォーター好きなミネラルウォーターないどれでもいい、好きな、うん、どの水でもあるみんな、ここのやつが好きみたいな、軟水か硬水か、もうよくわかんないあんまりこれなんだろうね、書いてるかな、わかんない、なんだろうねこれ、軟水か硬水もよくわかんないこだわりなさすぎて何でもいい、硬水はだしとか紅茶とか全然染み出さない、硬水は私とか紅茶とかそんなに向いてないってこと、そういうこと水ね、何でもいいんだよね本当に、うん何でもいいそう飲めれば、変わった味がするやつじゃなければ、水なんて味一緒じゃんどれもだからまあ分かんないどこがいいとか何でもいい、
酸水私ね、炭酸水飲んだことあるけど、炭酸水って苦くない？なんかちょっと苦くない？炭酸のジュースは好きなんだけど、炭酸水苦いから飲まない苦い、ちょっと。苦いよね。友達がさ、あのコンビニで飲むの買うって言って炭酸水買ってたから、聞いたらさ、苦くないって聞いたら苦くないって言われて、あでも苦くないって言ってる人もいるわ。え、炭酸水ちょっと苦くないえ、いつもあれかな、炭酸の飲み物飲むってなったらジュースだからかな。炭酸水苦いんだけど、私からしたらちょっと苦い。そう、あれか、炭酸は、うん、なんかコーラとかさ、そういうのしか飲まないからかな。甘いやつ、ジュースしか。苦い、炭酸水。ものによる？ものによるか。うん、炭酸は好きなんだけど、だから炭酸水は飲まない私ちょっと苦く感じるから。炭酸のセンサーに苦く感じる。しかも炭酸水ちょっと臭いもんね、味が。私も飲んだことあるんだけど、確かにちょっと癖がある。でもね、そう、ちょっと私はそうあんまだったんだけど、温泉水なんかね、ちょっと鉄分、ちょっと鉄っぽい味がするだよね、確か。しかもその時温泉水が結構あって、家に何本かあって何本か数本あって、どうしようって思ってたら、あの妹に飲んでみてって言ってあげたら、妹好きだったみたいで全部あげた全部あげた好きな人は好きなんだろうけど、ちょっと私は苦手だったちょっとね、ちょっと手酸っぱいする温泉水。炭酸水飲んでるって言ってた。炭酸水飲んでるって言ってた。いや炭酸水は飲んでない。なんかでもね、家に炭酸水あった時あったんだよね。だから何かと炭酸水、何かを炭酸水で割ってたんだろうけど、その何かを忘れたえ、何で飲んでたっけ。なんかでもあった、家に。なんだっけ、なんかね、確かにあった気がする。なんだっけいや、お酒じゃないと思うんだよね。いや、お酒じゃない、多分。なんだっけなんかお思い出せないな。なんだっけ、リンゴ酢、あ、それかな。なんかね、ちょっと前、何年か前にザクロス、リンゴ酢じゃないけどザクロス、なんか家でよく飲んでた時あったんだよね。それかな。いや、でもそれはね、いつもね、牛乳で割って飲んでた。あ、あれだ、思い出した、ザクロスじゃないわ。
なんだっけ、あのなんか流行ったさ、韓国のさ、なんかフルーツのやつ、フルーツのお酢のやつ、フルーツ酢なんていうのやつ、あれのパインのやつ、パインのやつを炭酸水で割ったら美味しいってなってで飲んでたんだ。みちょ、あ、みちょ、それだ。パイン、パインの味があって、それなんか友達と焼肉に行った時にね、その時にみちょのパインのソーダがあって、炭酸水だったやつが、それが美味しくって、そお母さんに言って買ってもらったんだ、そう、そのパインと炭酸水を。それでだ、だって家に炭酸水飲む人なんていないもん炭酸水だけ飲む人、みちょの、みちょのパインだ、思い出した、だからだ。パイン、よかった思い出せて最初何か全く分かんなかったでも最近飲んでないな、そういうザグロスとかも。パイナップルで食べてると口がチクチクしてこない、口がチクチクする、パイナップルでしょ、する、私わかんない、やまパイナップル好きだよ、美味しいよねパイナップル、チクチクする口が、そん、え、わかんない、そんなする、私そうなるまで食べたことがないってことそういうことかな、確かにパイナップルをなんかめっちゃ食べた記憶はないや今まで確かにちょっとしか食べたことない、そんな、だからかな、わかんないけどそんなのも食べたことないだけかもそうかもしれないわ、輪切りのやつ、輪切りのやつ、もっとカットされ、輪切りもじゃなくてもっとカットされてるやつしかないかも、輪切りあんまないかも、ちょっと食べてもする、いや、あんまチクチクするなって思ったことないかも、そこまで食べたことないだけかな パイナップル食べたいな、パイナップル美味しい、キウイ、キウイもチクチクする？あ、わかんないんだけど、する？あー、する？わかんない、あんまえ、するっちゃするかもしれない、
けどそんな気になったことない。パイナップル丸ごと確かに買ったことないな。丸ごとはキウイめっちゃ好きなんだよね。ゴールデンキウイが好き。美味しいよね。ゴールデンキウイの方が甘いから好き。缶詰だってない。缶詰はね、え、なんだろうな。缶詰、いや、みかんか王道かな。かな。うん。どっちかかな。みかんの缶詰めっちゃ美味しくない？大好きなんだけど。みかんのあの缶詰のままそのままゼリーにしたいぐらい。あれシロップも美味しいからさ、もうそのままゼリーにしたい。そのシロップごとゼリーにして食べたい。やったことないけど。缶詰のフルーツ、いや食べてない、食べてないよ、食べてないな。よくやるよそれ、うん、ゼリーにするやつやりたいな。これやってみようかな。絶対美味しいじゃん。素材ないぜ。あ、これリボンですね。これリボン、こういうやつ。ちょっとでかいよねリボンね。ちょっとでかいよね。気象強い。あ、そう、お話し会で着てたお洋服です。これ気づいたらハートのさ、ボタンがめっちゃ回ってんだよな。下向いてる、まっすぐ向いてるのが一個もなかった。今の髪型もある。顔周りだけあんま出てないけど、今日顔周りはレイヤー入ってる。こっちはねだいぶなくなったけど、もうないかも。顔周りだけでやるは残してもらってる。見える？これ、あ、ウルフ。今日もお弁当だった。今日はなんか何が入ってたかな、なんかいろんなの入ってた。いろんなの入ってた。マイセンのお弁当でなんかエビフライとかコロッケとかとんかつとかいろんなの入ってた。他魚と肉、土、両方入ってた。お魚も入ってたよ。鮭入ってた。お肉って言ってもあれだけど、あのコロッケとか。だからいろんなの入ってた。マイセンのあの弁当初めて食べたかも。マイセンさ、サンドイッチ、ヒレカツサンドみたいなのあれじゃん。
あれしか食べたことなかったか、お弁当あれとなんかさ、コロッケじゃないな、なんかハンバーガー、コロッケじゃハンバーガーみたいな、それミニバーガーみたいな、あれがついてるお弁当も食べたことある。一番好きな魚、一番好きな魚なんだろう、一番好き、鮭も好きだよ、その今日入ってたお弁当入ってた。でもね、骨が少ないやつが好きか骨多いのだって食べるの大変じゃん。鮭もちょっと多いけどさ、骨あんまないやつが好きかなあの食べやすいあ、サーモンも好き、わかるでしょ骨あるのちょっとなんかだってさ、食べててさ骨気にしながら食べるの嫌だし、気にしないで食べて骨なんか刺さるのも嫌だし少ないやつが好きですねそう、少ないやつ。皮目も食べる、皮も食べる、食べる、骨以外骨以外食べる、骨なぜ刺さって病院行ったことある、やばい骨刺さるの嫌だよね、喉に刺さったことはないけど、フィルフィッシュは大丈夫、フィルフィッシュさ、骨入ってる、あれ入ってなくない、入ってんの分かんないけど、フィルフィッシュ好きだよ、最近食べてないな、最近さマックのなんかそういうさ通常メニューのハンバーガー食べてない、期間限定で気になった時しかマック行かないから食べてないや、いつもあるやつ。モスのフィッシュバーガー食べたことない、モスはいつもね、あのモスバーガーにしちゃうんだよね、モス行っても行っちゃう普通の、でもそれが一番好き、あのソースがさもう大好きなの、あのめっちゃ美味しくない、あのソースが好きすぎていつもあれですねサムライバーガー食べたことないね、わかんないだからないのよ、なんかいつも気になるは気になるんだけど、なんか気になるは気になるんだけどね、食べたことないんだよな、美味しそうだよねあれ、ね、モスバーガーめっちゃ美味しいよね、あのソースが美味しすぎる、モスチーズ、モスチーズにしてたかな、モスチーズかも、なんか辛いのもあるじゃんモスバーガー、辛い方も、辛い方よりはね、あの普通の方が好き、こっちの方が味が好き、マヨネーズっぽいソース、え、なんかモスのソース、え、違うの、なんかあれなんていうの、ミートソースみたいなやつ、あれがめちゃくちゃ好き。めっちゃおしゃれ。わかる？ミートソースみたいなの。モスバーガーうまくやったかい？ああ、確かに。確かにそれはあるかも。でもモスバーガーね、オニオンリングもあるし、他のところもあるとかあるけど、あのロッテリアのはね、ちょっと違う。なんか、ちょっと違う。モスとバーガーキング、バーガーキングもちょっとお高めだよね、あとモスはね、あのソースも好きだし、モスバーガーが一番好きだね、とオニオンリングがあるから、オニオンリングが好きなんだよ私めっちゃ好きなの、ポテトより好きオニオンリング、モス行った時ね、別にポテト頼まない、オニオンリングだけ、
ハンバーガーとオニオンリング、ポテトじゃなくてオニオンリングにする。両方入ってるのもあるじゃん、オニオンリングとポテト。オニオンリングだけにするもうオニオンリングだけでいい。オニオンリングだけが食べたい。そのくらい好きなの、オニオンリングが。あ、シェイクシャックもいいね。シェイクシャックのなんかあのキノコのやつ、シルブバーガーみたいな、ちょっとっけ、それめっちゃ美味しい。それしか食べたことないんだけど、それ以外のない。2回行ったことあって、シェイクシャック、そのバーガーしか食べたことない。他のさ、ハンバーガー屋さんないからさ、同じようなやつ、なんかキノコとチーズが入ってるフライ、キノコとチーズのフライのハンバーガーないじゃん。だからそれが好き。シュルームバーガーかな、名前合ってるか分かんないけど、そんな感じの名前だった気がする。じゃあだっけな、前のマッシュルームワッパー食べた。あ、私もそれ食べたよ、ちょっと前に。マッシュルームワッパージュニアにした。ジュニアで、あのオニオニング食べた。めっちゃ美味しかった、オニオニング。久しぶりに食べたから。あのマッシュルームワッパーも美味しかったし、でもマッシュルームだけじゃなくていろんなキノコ入ってた。ソースも美味しいし。マッシュルームワッパージュニア、マッシュルームワッパージュニア結構ちっちゃいかなって思ったんだけどさ、ジュニアって書いてるから、でも普通のハンバーガーのサイズで出てきて、ジュニアってなんだ。ワッパーってじゃあもう一応大きいんだね。なんか普通のサイズだった、もうマックとかの普通のサイズ。パイジュニア知らなかった、初めてって言ったからさ、バーガーキング。玉ねぎを丸ごとフライにしてた。ああのなんかあれね、お花みたいな形のやつでしょ、あれね、食べてみたい。食べたことないのよ、食べてみたい。多分好き、玉ねぎ美味しいよね。オニオンリングもだけど、この前串カツ行った時もさ、家族で串カツ屋さん行った時も玉ねぎめちゃくちゃ美味しかった。ライスバーガーはね、ちっちゃい頃ライスバーガーばっか食べてた、モスで。毎回あのなんか焼肉みたいなやつあるじゃん、そのライスバーガー毎回それだった。毎回それ食べてた、それが好きだった。にゃむにゃむチキン、にゃむにゃむチキンはわかんない、食べたことない。チキンあれかな、韓国料、韓国なんかヤンニョムチキンとか売ってるお店ってこと。ないや、行ったこと。ニャムニャムチキンってとか、私今年ね、グラコロ早く行かなきゃだな。いつ行こっかな、今週は行きたいね。今週中には。先週も同じようなこと言ってたけど。カレー玉ねぎ入っててほしい、玉ねぎ、うん、ひき肉と玉ねぎとじゃがいも、もう入ってたらいいね。人参はいらない、人参も好きじゃない。なんかもう人参ゴロゴロ入ってるじゃなくてさ、なんかみじん切りぐらいのやつだったらいいけど。だったらいいけど、普通にゴロゴロ入ってるのはいいや。
出ない。新大久保で食べ歩き、あ、新大久保で食べ歩きもあり。新大久保さ、なんか最近行ってないんだけど、なんか行ったとしてもさ、普通にお店に入るからさ、食べ歩きしたのなんてある？ないかも。食べ歩きしたこと、新大久保でいっぱいあるけど、お店そういう食べ歩きできるところないかもしれない。してみたいな。ホットクはね、食べたことある。新大久保のやつも美味しいよね。今回のグラコロは1月中旬頃まで。1月中旬ね。でもあれだよね、売り切れたらなもんないからさ、その店舗によって。来週行くわ。来週来週行きます。街ブラ番組、あ、してみたい。食べ歩きの街ブラしたいね。楽しそう。佐世保バーガー1回だけ食べたことある。前にめっちゃ美味しかった記憶がある。結構前なんだよね、小学生ぐらいの時1回だけある。美味しかった。ちゃんとは覚えてないけど美味しかった。美味しかったと思う。確か。あ、そう、長崎、なんかおじいちゃんと妹と3人でハウステンボス行った時があって、それの行きか帰り、なんかどっちかで行った気がする。覚えてないけど。佐世保バーガー、その時に1回だけ食べたこと。めっちゃ前、小学校5、6年生ぐらいかなめっちゃ前だけど。結構前に1回だけだから覚えてないけど、美味しかった。確か。いつもギリギリに行動するのに来週食べさせて確かに、いつも確かにギリギリ。いやでもね、グラコロは絶対に食べたいから早く行こうとは思ってる。思ってるけど、まあどうなるか分かんないな行こうとは思ってるよ、うん、つもてで朝、あ、浅草寺の屋台で佐世保バーガー食べた。屋台で佐世保バーガーなんてあんの？屋台で見たことないよ。あるんだって。屋台でさ、ハンバーガーって珍しくない？キッチンカーとかってこと？珍しいね。見たことないや、佐世保バーガーのキッチンカーも屋台も。そんなのあるんだ。いいな、食べたい。久しぶりに。もう味はもう覚えてないからいや、美味しかったっていうような記憶はあるけど、どんな味だったかあんま覚えてないからさ、食べたいな、また。グラコロって何だろう。グラコロ、グラタンコロッケじゃない？グラコロ多分そうだよね多分グラタンコロッケ。そう、小麦粉だらけの食べ物あれはパンもじゃん、パンも入ってるじゃん。で、あとグラタンもさ、小麦粉でじゃん。ホワイトソース、衣も小麦粉じゃん。小麦粉だらけの食べ物あれキャベツだけが唯一の救い。確かに確かに
それしかない。そうだよね、グレタンコロッケだよね。そう、小麦粉だらけのバーガーでも美味しいんだよ、グレタン好きだからさ。そう、僕グレタンコロッケなんて最高じゃん。それがハンバーガーって最高じゃん。美味しいんだよね。早くグラコで食べよう。1月になると売り切れがある。え、そうだよね。だから来週行こうと思ってるんだけど、早く行く、頑張る。2社あるけどどっち食べる。なんだっけ、普通のじゃない方食べたい。で、食べれたら普通のも食べようかなぐらい。今度どっちか一個が食べれれば満足。ずっと来週行こうと思ってた。私ずっと来、いやそんなことない、来週じゃないわ、ずっと今週って言ってる。先週も今週行くって言ってなくて、今も今週行くって言った。えでもね、今回はちゃんと行くつもりだよ。行くつもりだよ、うん、時間が合えば。行ける時間があればきっとあるから行くつもりだよ。グラコロかのこうビーフハヤシグラコロ、あ、そうビーフハヤシの方食べたい。来週売り切れてたら、そんなわけない、そんな早すぎるよ来週売り切れてたら。この前始まったばっかだからね、11月30だっけ29だっけ、そこら辺で始まったじゃん。早いよ売り切れるには、人気すぎでしょ。大丈夫、きっとある。SNS にや全身載せてもらえますか。今日のですか。今日のは全身撮ってない、今日撮ってないや全身。昨日のは全身あるけど、今日のはないです。なんちゃらパイ、あ、そうビーフシチューパイね、ビーフシチューパイも食べる。ビーフシチューパイとビーフハヤシ食べる。あとさ、ナゲットのソースもめっちゃいそうなんだよね。でもさすがにちょっといけないな。ちょっと頼る気がしないから、ナゲットまた飲んでいこうかな、行けたら。行くかは分かんないけど、行くか分かんないけど行けたら行こうかなぐらい。美味しそうじゃない、なんかソースが、何があったか忘れたけどさ、なんか美味しそうなソースだったの覚えてる。どんな味だったか忘れたけど、なんだっけ、トリュフ、トリュフかな、なんか忘れた。忘れちゃったけど美味しそうなソースだった。あの期間限定のソース2個あって、両方美味しそうだった。ナゲットも私のある、ナゲットはソースが期間限定のやつがある。ナゲット自体は普通だけど、あ、伊勢海老とトリュフか、両方美味しそうだなと思って。トリュフ、あ、でも伊勢海老もいいな。両方美味しそう。でもさ、あ、ナゲットのソースさ、マスタードとバーベキューじゃん、あのいつもあるやつ、あのあれのバーベキューがめちゃくちゃ好きなんだよね。美味しくない、バーベキューソース。マスタード苦手だからさ。バーベキュー一択なんだけど、めっちゃ美味しい。オニオンリングには何か好き、オニオンリングはなんかモスとかはさ、何もソースとかついてないじゃん、だからつけないけど、なんか普通にお店でさ、ご飯屋さんでオニオンリングあって頼んだからさ、ケチャップとかついてくるじゃん、その時はケチャップつけてる、あればつけるぐらい。なんかつけなくっても美味しいじゃん、オニオンリングって。普通にもそのまんまでも美味しい。
フ。マスタード苦手だからバーベキューソースしかね、うん、選ぶのない。あ、好きだからいいんだけど全然味。家でマスタード選ぶのはお父さんだけ。みんなバーベキュー、みんなそんなに彼氏好きじゃないからマスタードが。お母さんも苦手だからね。お父さんはマスタード頼んでたけど、よくのマスタードソースか。え、ね、辛くないけどね、そんな好きじゃないんだよな味。バーベキューの方が好きだから、バーベキュー食べたことあるのよ、お父さんがそのマスタードにしてたからあるんだけど、確かにあんま辛くはないんだけどさ、うん。うんって感じだった。やっぱマスタードじゃなくってバーベキューだなーって。バーベキューが一番好きだなーって。生ハムにもツーマスタードかけない。あ、でもツーマスタードはいける、辛くないから。ツーマスタードはいける。彼氏も苦手。そうなんだよ、トドックにもマスタード絶対つけない、つけないですね。ケチャップだけ届く。両方ついてるやつあるじゃん、こう両方押してなんか半分でさパキッと折ってかけるやつあるじゃん、あれもあのケチャップ側だけかける、ケチャップ側だけ折って、ケチャップ側だけって、なんていうの、そのケチャ、うん、ケチャップだけ。クマには買いすぎずにポン、そう、ポン酢だけつけない、からしいらない。キーは、いやいや、あれ普通にできるよ、ケチャップ側だけって、ケチャップのところだけ押すの、マスタードのとこ、うん、のとこ押さなければいいだけじゃん、ケチャップだけあの押してやれるんだよ。そしたらケチャップだけ出てくるから。全然難しくない。だって半分折るじゃん、まずケチャップ側だけ折って、そのこう横なんていうの、そのケチャップどこだけ持つの。そしたらケチャップしか出てくる。とかマスタードつけ、マスタード味好きじゃないんだって。そんな味好きなもん、好きじゃないものつけたくないよ、つけないです。ここにポン酢つけたことない。肉まんはポン酢だね。いや九州の人だけなんだけど、肉まんはポン酢、ポン酢つけて食べる。つけなくっても美味しいけど、つけても美味しい。肉まんからつけない、そんな好きじゃないものつけないって。なんで好きじゃないものわざわざつけるのよ。言ってるじゃん、からしは好きじゃないって。つけないよ、何にも好きじゃないんだから。これにはって言われてもどれもつけないです、好きじゃないんだから。言ってたっけ、ずっと言ってたよ、からしとからし、薬味系はねあんま好きじゃないの多いね、からし、山椒、生姜も好きじゃない。なんだろうな、あと
わさびもそんなだね。何あるか。なんだっけ。あとあれタバスコとかもそんな。その感じ。わさびはね妹たちは食べるんだけどね、私はあんまなんだよな。なんでだろう。なんかわさビーフはいけんの。わさビーフとわさびのドレッシング、サラダにかかってるわさびドレッシングはいけんの。でもそう、お寿司とかお刺身とかいらないわさび、そのまんま鼻にくるの好きじゃないけど、ドレッシングとわさビーフはいけるそう、それはいけんのよ。辛ラーメンいける、一味はいけるの。あとなんだっけ、からし、生姜、タバスコ、からしと生姜とか山椒はね家族好きじゃない人が多いからその影響もあるかな。お母さんがまずね、その山椒とかも好きじゃない、からしとか、あと生姜もかな、生姜、うん、だからかな。あとお母さんはタバスコは好きなんだけど、タバスコだから食べたことあるんだけど、ピザとかにかけてね、なんか辛いだけが良かった酸っぱい、だから一味がいいね。一味とラー油が好きです。辛いのコチュジャンとかそういう系のやつが好き。あ、そうだから家に七味ないの、山椒とか好きじゃないから。お母さんが唐辛子だけがいいから一味、私も好きじゃないです山椒だから家は一味です。七味ない。あれだよね、家族が食べないもので食べないものってさ、あんまさ自分も食べないからさ好きじゃなくないって似るよね。全然家族が嫌いで私だけ好きなものとかあるんだけど、あるんだけどね、あるけど、そう、そう。あとお母さん紅茶とかも好きじゃない、ミルクティーとか。家で誰か家族が誰かが紅茶とかミルクティー飲んでるの見たことない。妹たちはないんじゃないかなってぐらいのレベルで、飲んだことないんじゃないかなっていうぐらいのレベルで見たことない飲んでんのコショウが好きだよ。コショウいける。私の家はね、なんかミルクティーじゃなくて、なんかお父さんコーヒー飲むし、お母さんはカフェオレ、いつもそのコーヒーで牛乳入れてみたいな。コーヒーなんだよ、だからみんなコーヒーは、コーヒーはあるけどいい、コーヒーで飲むのはお父さんだけだけどみんな飲むとしてもカフェオレ。ちゃんとどこじゃんけとかでゴゴティ買ったりしてんじゃん。でも買ったらさ、思ってるとこ見るじゃん。思ってるとこ見たことないゴゴティだ。多分妹好きじゃないよ。なんか前言ってた気がする。なんか忘れたけど、思ってるとこ本当に見たことない。ミルクティーを。紅茶苦手だっけ？紅茶私苦手ですね。タピオカ屋さんのミルクティーはいけるけど、今日のお話し会にさ、どんな感じ、今日のお話し会で着たい服これだよ。メール、あれなんかさっき誰か届いたみたいにしてなかったっけ。
届いてない？メール届いてない？メール来た？よかった、来てた。さ、家族がさ、あんま、ね、特にお母さんとか、お母さんがさ、食べ物買ってくるから、お父さんがなんか食材買ってくるわけじゃないからさ、お父さん作んないからお母さんがさ、嫌いな食べ物あんま家で食べないから、お母さんの嫌いな食べ物で家でよく食べるなっていうのはきゅうりとマヨネーズぐらいかな。うんそのぐらいかな。あとはもうお母さん生牡蠣苦手で、だから生牡蠣ずっと食べたことなくて、牡蠣フライはいけるの、お母さん。だから家で牡蠣フライは食べたことあったけど、生牡蠣、今家で生牡蠣食べないかでも生牡蠣食べたことなくて、今までちょっと前のあのお笑いのロケ、茨城のロケで初めて食べた。でも私その牡蠣は好きだった、生牡蠣は好きだったお母さんのなんか調味料、調味料に関してはね、あの嫌いなもの似てるわ、お母さんと。お母さんでもタバスコ好きなんだよね、私はあんまだけどタバスコ、それ以外は似てる家で飲まなきゃ出ないか、だよね、言ってて思った家で生ガキって聞かないなってよっぽどさ、家族全員がめちゃくちゃ好きみたいなとこじゃないとないだろうね家で出てくるなんてうん、牡蠣鍋したことない、食べてみたい。あれも食べ、牡蠣鍋もいいけど、あの痛風鍋白子と牡蠣とあとなんだっけ、あとなんか入ってるよね、わかんないけど、それが食べてみたいんだよね。白子も好きで、あとなんかもう書いてた気がするけど忘れた、お店によるか。充電がない、充電器取ってくる、よいしょ、充電器、充電器、あった、よいしょ、また1回ぐらい止まるかも、充電が追いつかなくって、よくあるやつ。あいきもかな、確かにそれかも。ふう鍋食べてみたい、白子も好きなんだよね。白子も今年初めて食べた、今年初めて食べたもの多いかも、白子と生牡蠣どっちも好きだった、初めて食べて。だから食べてみたいな、痛風鍋食べたことないかも。確か多分ない。生牡蠣の酢の物なんてあんの？美味しそう。いいね、それも。
じゃあれ食べたいんだよね、あの牡蠣のさクリームパスタみたいなあるじゃん、食べてみたい。クリームパスタ絶対美味しいじゃん。なんかほうれん草とか入ってたりするやつ、はい、食べたいな。ナマコはないや、食べたこと。ナマコってどんな味するのあれ想像つかないんだけど、あれはどんな味がするもの。ナマコそのもの食べるんだ。うん、今って牡蠣のシーズンなの、知らなかった今シーズンなのか、食べたいな牡蠣。コリコリしてる味は、なんか美味しい。ポン酢の味、そちょなんか自体味しないの、ポン酢の味。ポン酢かけてるってこと。好きかな、ナマコ。え、ポン酢の味ってそうでしょ、ポン酢かけてると食べるってことでしょそういうことだね。これくらい楽しみ、あ、ですね味じゃないんだ、味しない、あ、しないのか。ナス一緒に飲む子にも、え、ナスは味あるよ、味は若干あるじゃん、なんかナスめっちゃ好きナスはね、え、ナスはもうなんか基本誰でも好きなんだけど、あの焼きナスはそんな好きじゃないえ、なんかね違うんだよね、なんか焼きナスってポン酢かけて食べるじゃん、ポン酢って味が強いからさ、こうなんか全部ポン酢の味になっちゃうじゃん、だからあんま好きじゃないんだよね。美味しいんだけど、美味しいは美味しいんだけど、なんか他の料理の方が好き麻婆茄子とか、あの天ぷらとか揚げ茄子とか。他の料理の方が好き茄子入れるんだったらパスタに入ってるやつも好きだし。ナス大好きだね、ナス好きなのも家族で私だけあ、妹たちは好きじゃない、それ以外の家族は普通だけど、お父さんお母さんとか普通って感じだけど、妹たちは好きじゃない。麻婆豆腐家でするって時にナス入れたいって言ったら怒られるいらないでしょって言われる、なんでって言われるおいしいのに、ナス。パスタとかもね、あのボロネーゼとかミートパスタ、ナス入ってるの好き。ナス入ってたら大体それ頼んじゃう、ナス入ってなかったら考えるどうするかナスそれぐらい好きなんだよ。麻婆豆腐は絶対入っててほしい、ナスが。すごい好き。麻婆の麻婆茄子、全然カレーとかなす、いやね、カレーはね、あの揚げ茄子をトッピングするのが好きなの。カレー自体に茄子が入ってるのも美味しいんだけど、あの揚げ茄子でね普通になんか乗せる、トッピングで入れるのが好き、それが好き。最初から入ってるやつも好きなんだけど、そっちの方が好きだなあげます、あの それが好き。揚げ出し豆腐に入ってるナスも好きナスの天ぷらも好き、
スープカレーの、スープカレーね、食べたことないか分かんない分かんないや。カレーはね、いつもナスあるときは揚げナストッピングするでしょ。あとチーズと、あとね、私あのうちの家はらっきょうじゃなくってさ、福神漬けだから、福神漬けもめちゃくちゃ好きだからちょっと多めに入れるあのこれぐらいが普通の量かな、よりちょっと多めに入れたらちょうどいいそれが一応で、あの福神漬けさ、漬けてあるさ、ちょっとなんていうん、福神漬けの汁みたいなあるじゃん、タレ汁みたいな、あれをあのお米にかけて食べるのが美味しい福神漬け大好き。ちょい多めぐらいがねちょうどいいんだよ、福神漬けは。福神漬けとご飯だけでいいぐらい好き。ナスの漬物、ナスの漬物はねそんなナスの漬物はそんなの、漬物は何が好きかな、たくあんもきゅうりも好きだし、あとキャベツの漬物とか好きだね。おばあちゃんがたまに漬けてるんだけど、おばあちゃん漬物やってて、キャベツの漬物美味しい、おばあちゃんちの。醤油かけて、あのごまかけて食べる、それが美味しい。そう、ナスはあの焼きナスとナスの漬物は、まあ、ちょっとあんまだけど、それ以外はめちゃくちゃ好きそう、そう、なんでもいいわけじゃないの、そう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 。焼きナスはねポン酢かけて食べるか、ポン酢の味が強すぎて全部ポン酢の味になっちゃうからあんまなのと、漬物はなんでか分かんないけどそんな好きじゃなかったんだよな、食べた時だからキャベツの漬物美味しいよ。そう、ちょっとだけね醤油をかけてで、ごま、それが美味しいんだよ。バーベキューと一味と麻婆茄子好きなの？バーベキュー、あ、バーベキューソースね、そう、マックの、あ、おいしい茄子好きなのは私だけ、家族で。だってお母さんもお父さんも嫌いではないけど、そんな普通って感じ妹たちは好きじゃない、なんでなんだろうね何でか分かんないけど、妹の妹たちとね合わない、あの合わないこと、嫌いなもの、嫌いなもの、好きなもの合わないこと多いね。妹たちカレーもあのひき肉じゃなくて鶏肉がいいって言うし、私はひき肉がいいの絶対にあのひき肉より、え、ひき肉よりじゃない、鶏肉よりひき肉がいいんだけど、もっとじゃあ鶏肉がいいですね。あんま、あの食べ物合わない合うものもあるんだけど、みんな好きっていうのもあるけど合わないのも多い。弟はね辛いの、多分弟とお父さんが辛いの苦手で、お母さんがねこの前言ってた、なんかカレー中カレーで作ったら、あのたまに
辛いって言うて、弟が弟がたまに辛いって言うって言ってたお父さんはあと辛麺行った時ゼロから頼んでたねあの辛さないやつゼロゼロのやつ頼んでた。私は5辛で、5辛も中辛くらい、5辛は辛麺もっと上があるからそう、お父さんはゼロだったけどうん、確かに辛麺じゃない、辛麺って辛くない辛麺お、そう、お父さんのは辛くない辛麺、ゼロ辛だから。お父さんってこと、お父さん確かに味覚は子供より、辛いの苦手で甘いもの好きって感じお父さんそうです甘いもの好きだね、ジュースとかも好き、お父さん、うん、味覚が子供より。家でね、よくジュースを飲んでるのは弟とお父さん私とかあの妹とかじゃなくて、弟とお父さん、その2人。あ、そう、チョコボールね。そう、お父さんがさ、いっぱい買ってきてくれて、開封配信とか前してたじゃん、結構前に。で、冷蔵庫入れとくじゃん、チョコボール溶けちゃうからめっちゃ減ってんの、気づいたら。お父さんがさ、もう、こう、一個一個手に出さずに、けど、もう直でさ、こう口にこうやって食べるからさ、お減りが早すぎて、気づいたらめっちゃなくなっててさ、そう、これ買ってきたから開けていいよ、みたいな感じで食ったからさ、てっきりさ、全部食べていいみたいな感じで思うじゃん。お父さんがめっちゃ食べてるからね、あれ。開けさせてあげるよ、ぐらいのやつだからね。そう。開けるだけいいよ、みたいな。お父さんめっちゃ食べてるからな気づいたらね、めっちゃ減ってる多分お父さんが一番食べてるよ、そのいっぱい買ってきてくれた時なんかチョコボール渡されてさ、そのままくれると思うじゃん。お父さんもめちゃくちゃ食べてる今日今飯のお弁当、今飯はね、夜ご飯だね。夜ご飯は私1部から3部だったから、お昼ご飯のお弁当しか食べてない、夜いなかったから。夜ご飯、今はもういいじゃんね。だからそう、なんかもう開けて、開けるだ、開け、なんていうの、開けるのはしていいよみたいなチョコボールめっちゃ食べてる。お父さんが一番食べてる。お父さん一番味覚が子供かもしれない。お父さんはね、辛いのダメ、お酒もダメだから、甘いの大好きって感じだからお父さんが一番あれかね、味覚子供かも。エンゼルか、あの、開始されないよ。エンゼルは、ね、普通に持ってる。お父さんエンゼルには興味ない、興味あるのチョコボールだけお父さんが興味あるの。そのお父さん、お父さん甘いもの好きだからね。
父さんお父さんがさコンビニでこれ美味しいんだよって買ってきたやつがすごい得意げにね、食べたことある美味しいんだよって買ってきたのがあのさあのビスケットにチョコレートかかってるやつあれをそう、これ食べたことあるみたいな感じでどこのコンビニを持ってるやつお父さんあれが一番好きみたい美味しいけどあとアルフォートみたいな、アルフォートじゃないけどあのコンビニのやつ100何円とか出てるアルフォートそうみたいなやつあのコンビニのブランドのやつすごかったやってた。お父さん甘いもの好きなのよそういう感じのものが。そう一番味覚がね子供よりだ、私たちよりも。あお父さん和菓子、和菓子え、どうなんだろうね、わかんないよ、あんま食べてる見ないかも。うん、おつまみ系お父さん、あーもう見ないかも。え、うん、もう見ないかも。でもお父さんチョコ系が好きなのかな、チョコレート系が。私も好きだけどチョコレート系。お父さん一番辛いの食べられないから。うん。お父さんグミ、グミは食べないかな。多分グミ食べ。グミ好きなの私だな。あ、チョコまみれ多分好きだね、お父さんチョコまみれ美味しいよね、あれ私も好き、あれ美味しいね、初めて食べた時びっくりしたもん、めっちゃ美味しくって美味しい。そのカントリーマームより好き、チョコまみれの方が。美味しいよね、チョコ。最近食べてないけど。ピアノから挑戦してほしい。無理だよお父さん、お父さんに買ってもしあげたとしてもこんなの食べるわけないだろうって絶対言われるだって辛麺でゼロ選ぶんだよ、無理でしょ無理に決まってるでしょゼロだからね、辛麺でこんなの食べれるわけないだろうって絶対言われる、絶対言われる、無理無理、辛麺でゼロ選ぶ人は食べれるわけない。
京さんわさび、あ、わさび、あ、どうだったかな、忘れた忘れた、覚えてないや。覚えてない覚えてない。私はわさびつけないけど、妹たちはつけるんだよね。お父さんつけてた。もう覚えて、お母さんかお父さんどっちかわさび使ってたような記憶あるけど、あ、覚えてないや、わかんないや父さん酸っぱいの、酸っぱいのはいけるんじゃないあんまわかんない、お父さんの好きな食べ物あんま、うん、料理とかで何が好きかとかあんまわかんないな、あんま聞かない。父さん辛いの大丈夫、私は辛いの好き、辛いの好き、あの辛すぎるのは無理だけど中辛ぐらいね、ちょうどいいちょうどくない、中辛ぐらい、辛口だとさ辛いじゃん、中辛だったらさもう程よい辛さだからさ好き、そのぐらいが一番いい。辛麺も5辛めっちゃちょうどよかった、中辛ぐらい。食べたことある、みんな辛麺、辛麺美味しいよ。もっと辛いのいけるかな、次もし行った時に行った時にちょっと辛いの食べたい気分だったらもうちょっと上のやつ食べようかな。ここからって中辛、なんかね中辛ぐらい、なんかその辛さの横に なんて書いて、なんかね初級とかなんかそんな感じで書いてたの、初級とかだったら5辛、5辛、5辛くらいまでかかな確か、そうだから中辛ぐらい美味しいぐらいの辛さだった人生で一番辛かったの今までで、でもあれだね、あのペヤングの極激辛、あれだねあれ辛すぎてやばかったもん、本当にやばい、あれ辛すぎて、見た目とか匂いもそんなねめっちゃ辛そうな匂いしないの、ちょっと辛そうな匂いがするんだけど、あのめっちゃ辛そうみたいな、見た目も匂いもそんなで、食べたらめちゃくちゃ辛いみたいなだから見た目がそんなに辛そうに見えないから、めっちゃ食べたいんだけど食べれないみたいなそう、あ、やばかった、あれね食べたんだけど途中食べれなくなって、普通にそのままあのそば飯みたいにして食べた、でもそれでも辛くって結構そう、食べきるの大変だった、全部食べたけどアレンジの仕方調べて結構出てくるの、もうみんな辛くてそのアレンジしないと無理みたいなそうね、そば飯にした、めっちゃ辛いのだから2食、2食になった、増えたからあのご飯の分でめっちゃ辛かったあれ、もういいねあれは、本当に大変、本当に食べるのが大変、食べきるのがもういい、初めてだったもん、なんかあんなさこう見た目も匂いもそんな辛くないから、辛そうに見えないからなんか食べれる気がするの、見た目的には食べれそうだし焼きそば好きだから食べたいの、でもあの食べたらもう辛すぎて無理みたいな
なんか食べたいのに食べれないみたいな感じで初めてだった、そんなの。めちゃくちゃ辛かった。辛そうな見た目してないんだけどね、めっちゃ辛いんだよねあれ辛すぎる。うん、美味しいより全然辛いって感じだった。美味しいけど辛いじゃなくて辛いって感じだったもう美味しいとかじゃない、辛い。私美味しいのは美味しいんだけど、もうね辛さがめっちゃ勝ってる卵が一応、あ、そう、卵を入れた、あのそば飯にして卵入れた気がする。それで、でもそれでもめっちゃ辛かった。辛くてね大変だったなよく食べてみようと思って、え、なんか辛いの好きで、その時めちゃくちゃ辛いのが食べたい気分でね行くかと思って食べてみたんだけど、やばかった、なんか思ってた以上に辛くて チャーハンにこうなんか麺入ってるみたいな感じだった気がする。卵入れた気がするんだよ確か、その辛さをちょっとでも抑えるためにご飯だけで結構辛くて確か。めっちゃ辛かった、もう食べないもう無理、あれは食べれない。食べたことある人いる？ペヤングの極撃からいる？めっちゃ辛いやつ、激辛じゃなくて極激辛だったはず。極激辛じゃなきゃあれ、ただの激辛じゃん、なんか鬼書いてあるやつ。確か鬼、赤鬼かな、青鬼もあるの、ファイナルみたいな、もっと辛いやつ。それは無理だけどねもう極撃からでやばくて、ファイナルなんて食べれるもんじゃなくない？それの一個上がそのファイナルが一番辛いやつかな、青鬼の。一口で蓋した？極撃からいやでもほんとそのぐらい辛い、ほんとにそのぐらいは。あ、エンマ様かあれ、鬼かと思ってた。YouTube で激辛配信、激辛？そうね、中本ぐらいまでだったらカップ麺そのぐらいだった。もうペヤングの極激辛は絶対に食べたくないですね、もう絶対にやりたくない、あれはうん、仲間とぐらいだったかな。辛ラーメンとかも、辛ラーメンは全然辛くないじゃんあれ、ちょっと辛い、ほんのちょっと、うん、ちょっと辛いぐらい、全然全然じゃない。だから辛ラーメンでは激辛じゃない、なんかもっと辛いと思って、それ以上ってなったらもうペヤングだよね、無理だなペヤングは。
もうやらないです。え、辛ラーメン辛くなくない？あんまそんな辛いっけ？何回か食べたことあるけど、そんなめっちゃ辛って思った記憶ない。辛ラーメンも今も売ってると思う。中本美味しいよね。カップ麺しか食べたことないんだけど、そのお店行って食べたことはないけど。辛くないけどポット一つ使う。ピアングさんは食べたことあります。4人でめっちゃ大きいやつ。あれポット一つ一本、ポット一本使うの。あれそんなにそんなでかいんだ。めっちゃ大きいやつだよね。見たことはあるけど、すごっ。あれはちょっとね、ちょっとあれは買う気になったことない。だって無理じゃん一人で丸一日かけて食べるみたいな、朝から夜までみたいな量じゃんだからちょっと買ったこと、食べたことないけど。かもと美味しいね。カップ麺セブンのやつね。あれ美味しいよね。うん、この前さめっちゃ食べたくなって食べた。この前いつだっけな、先月ぐらいかな。美味しかった。コンビニのさちょっと高いさカップ麺あるじゃん。なんかラーメン屋さんとコラボしてたりとかの。あれなんかもう麺が美味しい。カップ麺ちょっと違うからさ、他のやつと。麺が美味しいね。ちょっと高いやつね。なんかそのラーメン屋さんとコラボしてるやつのカップ麺とかさ、コラボしてるやつ、なんかラーメン屋さんのカップ麺とかコンビニで見たらめっちゃ食べたくなる。めっちゃ美味しそうなんだもん。めちゃくちゃ食べたくなる。スミレとかも、スミレ、あ、見たことあるよ。食べたことないな。確かに美味しそうだった。あのパッケージの書いてる写真、え、載ってる写真が。あれ食べたい、久しぶりに。セブンのさ、あの富田の豚ラーメンだっけ。だっけな。それはあれだけど、カップ麺じゃなくてレンジでチンして食べるタイプのやつだけど。あれめっちゃ美味しいんだよね美味しいよねあれね。あれ好きなんだよ。あ、そう、チルドのレンジで温めるやつめっちゃ美味しい。あれ麺がいいわしわし麺っていうのがある。あれめっちゃいい。確かに私もあれ最近食べてないな。今度食べようかな。今日は無理だけど、さっきねご飯食べたんだよね。配信始まる直前、配信、え、ご飯食べてすぐ配信始めたからさっき食べたんだよ。さすがに今から食べないけど、
この時間からあの富田の豚ラーメンはやばすぎる。やばすぎる。さすがに食べないですけど。お米も食べた。雑穀米。普通のご飯よりね、普通の白米も好きだよ。好きなんだけど雑穀米がめっちゃ好き。美味しくない？雑穀米の方が嬉しい。山くんのラーメン、あ、それね、気になってるの。そこのラーメン屋さん行ったことないんだけど、そう、なんかエイペックスのプロの方、競技のプロの方がこう写真載せてて、ツイッター X、 めっちゃ美味しそうだった。だから行ってみたい。東京だとなんていうの、それなんてところ？みずほ？みずほしかない。みずほ？みずほ？ちょっと分かんないけど、イントネーションが。みずほか。みずほってなんかあれだよね。なんだっけ？あ、そう、銀行だよね。そうそう。みずほか。なんかさ、聞き覚えがある名前だなと思って。それ銀行か。みずほね。どこの、どこか知らないけど全然。なんか聞き覚えあるなと。銀行か。みずほね。みずほこっちだよね。どこにあんのそれって。初めて聞いた、みずほって場所。大岡よ、行ってみた。東京1店舗しかないのね。どこだっけあれ、北海道？どこだっけ、そのエフェクスの方、その北海道の方だか。北海道、最初北海道の店かと思ってた。あ、千葉にいっぱいあるんだ。あ、本店北海道、北海道のお店なんだ。チェーンってか、北海道のチェーンって知らなかった。最初さ、山岡屋ってその写真見た時チェーン店じゃないかと思ってた。なんかもう普通になんていうの、チェーン店じゃないお店。なんていうの、その一店舗だけとかないつかと思ってた。チェーン店なの。気になる、美味しそう。そこのラーメンも。最近ラーメン行ってないかも。美味しそうだったんだよね、写真で見たとき。え、かわいい、え、かわいいでしょ。え、今日はこのなんかさ、この服がさ、このカーディガンが、あ、なんかすごい。ん？どうなってんだ、エリー。こっち1個しか出てないの、こっちなんか2個出てる。今気づいた。なんだっけ、あの可愛い感じだから、可愛い感じ、なんか結構フリフリな感じだからさ、いつものさ大きいやつじゃなくって、このなんかちっちゃい丸、可
角が丸いやつにした、丸襟だけ2個襟出てた。何枚なんかね、これここに2個二重になってるやつなの、二重か三重、二重かな、襟がなってるやつで上のやつだけ出してたつもりが、下のも出てた襟気づかなかった。そう、ちょっと今日は襟ちっちゃめのやつブラウスにした、服こっちの方が可愛いかなと思って。大きいのにしたらさ、ここら辺のボタンがすごく可愛いのにあんま見えなくなるでしょ、だからここら辺があんま見えなくなっちゃうから、ここぐらいまで襟が来ちゃって、だから今日はちっちゃめ、メリージーン、これこれね、ハニーシナモンってところ、ハニーシナモンも好きだよ、かわいい。ハニーシナモンはね、クマのメリージーンも多いんだけど、クマの服、ハニーシナモンも多い、クマのさパーカー、あ昨日着てたクマのさパーカーワンピ、あれもねハニーシナモンだね、クマの服多い、ハニーシナモン。他にもあるんだけど、ハニーシナモン、ウサギとかもあるけど、クマ、メリージンにもクマ多いけど、エブリもクマにいつある、エブリあんま分かんないあんま持ってないかも、ハニーシナモンもそうなんだけど、いや好きだよ、こういう系統のも好き、メリージェニーとちょっと違うじゃん、メリージェニーのも好きだけど、ああいう感じも好きだし、もうハニーシナモンみたいな、こういうちょっとフリフリ、メリージェニーよりフリフリなのも好き、甘い感じの服もこういうのも好き。でもエブリもなんか近い感じだよね、結構フリフリなのあるよね、あったっけ、あるよね、確かそういう系統のも好き、アンクルージュとか、あ確かにピンク珍しいかも、こういうくすみピンクあんま着ない、可愛くない、これも可愛い。コスメ系だとどんなブランド、コスメ系なんかアンクルージュもなんかたまにコスメ系もある、確かケンはね見に行ってないけど、アクロジも好きだよ、次の握手会が、次の握手会はそうサンタさんの、多分衣装があると思うんだよね、なければ自分のやつ着る、わかんない、どっちかわかんない、なんか毎年ね、去年は衣装をお借りしてね着たの、一昨年とかもそうだった気がするんだよね、だから私もいつも毎年あるから、私もあるかなと思ってるけど、もしなければ自分のやつ着る、2日とも着ようかなと思ってる、せっかくだし、サンタさん、ミユさんも24もそう、でもね1着しか持ってないから、サンタさんのあの2種類とかないんだけど同じやつ、自前じゃなかったんだ、あそう去年まで、うん、そうか今年あるか分かんないけど、まだ聞かれてないから分かんないけど、あれば去年までのあのなんかクリスマスのやつ服は衣装でお返ししてた、
そう、次が最後の握手会なんですよ。早いね、卒業前最後。卒業後はね、お話し会か、お話し会がある。1月、お話し会だけど、直接のやつは次が最後かな。23、24が。早いね、あっという間だ。そう、最後はねオンラインだ、1月。まあでも卒業後にはなってるんだけど1月だからうん、卒業前は次が最後かな。12月26が卒業公演だからさ、1月の卒業したアートってやつなんだけど、話し会、それ参加するんで、ね、今なんだあれ。え、なんか今日あったかい、何にもつけてないんだよ。パソコンもついてないし暖房もついてないけど22度ある。なんでなんで今日あったかいね。いらないじゃん暖房つけなくていいわ。普通にあったかい。 PC ついてないんだよ、何にもついてない。なんかキーボードは光ってるけど、なんかキーボード光ってる、なんでかわかんない。でもねパソコンついてない、モニターついてないし、でパソコンついてない。あ、キーボードだけ光ってる、なんでかわかんない、光っちゃったなんか、え、最初光ってなかったの、キーボード発信始めた時。なんか途中で光り始めたなんかどこ押しちゃったかな、私が。キーボードここにあるからさ、手当たっちゃったのかも。全然できないけどタイピング。ガチガチ。なんか光ってる。ちょっと、うん。あ、消えたわ。消えた消えた。光るマーク押したら消えた。あ、オッケー。消せれた。なんか前は消えなかったのにこれ。ここ押しても。いや、消えた。あんまついてない。ほら、ここのさボタン押したらさ光るやつが何種類かあるんだよね。ちょっと色変わってる、これこれ消えるでしょ。どれだっけ、色変わっていくの。なんか色変わるはずなんだよ、なんか色、これこの色か見える、見えなく、色ちょっと変わっていくわ。これどれにしたっけ、これか、うん、消した。よいしょ。でもね、光らせないとさ、すごいさ見づらくない、これ何書いてるか。光るやつだからさ、文字が見づらくってさ、キーボードでなんか文字打ちたいときは光らせてる。何書いてるか見づらいからめっちゃだって黒のさ、これにさ文字がグレーみたいな光るようになってるから、グレーみたいな色になってるから見づらくって。あ、時間ありがとう。そうだから光らせてたらなんかさっき光り始めた最初光ってなかった確か、もう覚えてないけどじゃあ13位からランキングを見ます。13位、ヒンメルさん、ありがとうございます。12位、ペガアットマーク、キョウカちゃん、僕の太陽さん、ありがとうございます。
11位、香港の春マットマーク、お話し会ありがとうさん、ありがとうございます。10位、ポップ許可とも大好きだよさん、ありがとうございます。9位、ゆじゃとマーク、許可だけをずっと愛してるよさん、ありがとうございます。8位、きよなつアットマーク、今日も明日も明後日も許可欲しいさん、ありがとうございます。7位、ショートさん、ありがとうございます。6位、やすアットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。5位、にゃんほぞさん、ありがとうございます。4位、フロマンさん、ありがとうございます。次3位、カザットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。次2位、ラボーナさん、ありがとうございます。そして1位が風とみとさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、いいよ、ありがとう。明日の配信はね、明日も早起きなんだよね。今日とあんま変わんないかも。早起き。明日夜配信できるんだけど、今日ほど長くできないからと思ってる。できないから多分。朝時間があればだけど、できるかわかんないね。微妙なんだよね。時間があれば配信するとしたら、朝もできたら2回やる。夜はね絶対できるから2回やる。朝はちょっとできるか微妙。微妙、私の準備次第。ちょっと準備が無理だったら、バタバタしすぎてたら時間なくて無理かもだけど、朝ね時間があればできたとしても6時ぐらいかな。6時ぐらい結構早い。5時、5時は無理だね。6時ぐらい。でもね、ちょっとあるか分かんないぐらいに思っといて、できるか分かんない。できるとしたら6時かなぐらい。夜はするから、夜はする。時間があれば、時間があればね、時間があれば朝もする。夜は普通にいつも通りぐらいの時間かな、11時とかそんぐらいからするかなと。かもうちょい早い時間でするかも。11時とか10時とか。まだあんま変わんないか、いつもと。まあ明日、今すみますで。朝はそう、時間があれば。で。ちょっとね、できるか微妙ですね。私の準備次第です。朝はいつもバタバタするから。時間があればって思っといて、あんまり期待せずに。でじゃあそろそろ終わるかな。明日は朝早いし、お風呂入って寝なきゃ、明日の準備もしなきゃ。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。またね、また明日、バイバイ、おやすみなさい、またね、バイバイ、ありがとう。